ラストランを迎えた今日、最後の姿を目に焼き付け、歴史に思いを巡らせる男性の姿がありました。 JR の元運転士で永平寺町に住む渡辺正夫さん69歳。1974年に旧国鉄に入社した渡辺さんは、30年近く北陸と関西中京方面を結ぶ特急列車の運転業務に携わり、下越に白鷺、そして来庁と長年にわたって多くの乗客を運んできました。何百人ものお客様の生命をお預かりしているという重責からのプレッシャーは、緊張感ですね、半端ではなかったですね。無事ね、業務を終えた時の達成感は、それも半端じゃなかったですね。大変ですけど、やりがいがある仕事だなとは思ってました。個性豊かな多くの特急が行き交ったことから、特急街道とも呼ばれる北陸線。東海道新幹線が開業した1964年に誕生した白鷺と、同じ年に登場したサンダーバードの前身の来庁、いずれも60年もの長きにわたって北陸路を走り続けました。クリーム色のボディにえんじのラインの国鉄カラー、来庁は東海道線の花形の特急こだまと同じ鼻先の出っ張ったボンネット型で華々しく登場します。ああ、懐かしいですね。まあ俗に言うアナログですよね。特性っていうんですか、技術技能が求められてましたね。車両によって癖があるでしょう。癖をちょっと把握する必要があるっていうかね。みんな情報を共有してましたね、運転士さんでは。これはちょっと加速が悪いとか。ボンネット型の来庁の運転席内を捉えた当時の貴重な映像です。運転士が扱う左のレバーはノッチと呼ばれる車でいうアクセルで、右側はブレーキです。これタコメーターですよね。記録してますよ、何キロで走ってるかってやつを。国鉄が分割民営化され、JR 西日本が発足すると、1989年にパノラマ型の車両を連結したスーパーライチョウがデビューします。パノラマになると運転席がお客様から見えるんで、それはちょっとやりにくいっていうか、まあ緊張してましたね。光がこうまともに当たるんで暑かったですね、なんか夏は特に。その後、競合する高速バスに対抗するため、来庁より停車駅を絞った速達タイプが運行し、最高速度も130キロまで引き上げられます。来庁は120キロでしたけど、サンダーになった時は130キロに10キロアップしてるんですよ。運転手の見直しとがあったんで、それを覚えるのがまた大変でしたね。駅間を4分で走ってるやつを3分50とか55分するとかという秒単位ですね、はい。1995年からスーパーライチョウ、サンダーバードと名称が併用されましたが、その2年後に名前を統一し、2011年にライチョウの名前は消えました。北陸新幹線の開業に伴い、中京と関西を結ぶ特急は敦賀止まりに。特急街道から白鷺とサンダーバードは姿を消します。南今城ののどかな風景とか、やっぱり細野に牛の屋とか細野に七辺のまた田舎の方が良かったかと思いますね。今までどれだけのお客さんを運んでくれたのか分かりませんけども、本当に長い間お疲れ様と言いたいのと、皆さん忘れないと思います。沿線には全国からファンが訪れ、
特急との別れを惜しんで最後の姿をカメラに収めています。まあちょっと寂しい気持ちはありますけど、やっぱり北陸本線ってやっぱり特急街道なので、ある種の白い車というのがすごくこの景色に合うなと思っています。特急街道を60年にわたって駆け抜けた白鷺やサンダーバード、その雄姿は人々の記憶の中で輝き続け、明日新幹線へとバトンが受け継がれます。